どうもブルーマンです。今日はこのディズニーの時計狙っていきたいと思います。これねセール台なんで割と取れやすい台ではあるんですけど、今順番4番目なんで自分の番回ってくるの待ちたいと思います。これね手前がちょっとだけかかっているような状況なんで、本当はちょっとで取れそうなんですけど、なかなか取れないんですよね。うん、やるとこやっぱそこですよね。後ろを狙って浮かせる。どうだ。おいやー、かなり浮いたけどなー。今ので取れないか厳しいですね、これ。はい、もう一回やられてますね。いや、今のところで多分合ってると思うんですよね。これ何回かと同じことやれば、もう取られちゃうかなーって気がしてるんですけど、どうだ。いい。これ取られるか。残った。残りました。まだ取れない。はい、一人やめられて今3番目になりました。結構これ、もしかしたらチャンス来るかもしれないですね。あ、この方左アーム。左アームで今度は浮かせる感じですか。どうだ？場所的にはいいですね。かかったらこれ浮くよ。あー、浮かなかった。かかんないんだ。左アーム弱いのか？はい、予約待ち2番目になりましたね。いや、これもしかしたらチャンスあるかもしれないですね。どうだ？真ん中か。真ん中で、後ろ。ん？これはかかるかどうか。かからない。持ち上がらなかったですね。これはもったいない。はい、同じ方のチャレンジですね。若干右アーム使って引っ掛けるような感じですかね。後ろはどうだ？引っかかるか？お、浮いた！うわ、おー、残った！今の取れない。はい、もう一回チャレンジされてますね。いやー、もうこれ取られますね。時間の問題って気がするな。回ってこないんじゃないか。もうさっきの同じで、取られちゃうだろう、これ。どうかな？おー！どうなったんだ、これ。もう点。点ですね、これ。いや、さすがに次取られるな、これ。いや、もう点だもんな。というかもうこれかかってる。浮いてない。すげーな、これ。どこやんだろう。右アームでも手前でもチャンスあるかもしんないですね。え、起きた！え、マジ来た！よっしゃ、これ、え、もうこれ大チャンスじゃん。いいの？これで。来ましたよ、これ。取りたいと思います。華麗にね、一発で決めてみたいと思いますよ。無課金ゲットですね、久しぶりに。さあ、どこ狙うかなんですけど、まあ、手前ね、右アームで狙うところもあるかもしんないんですけど、まあ、ここはまだ、皆さんやられてた位置。で、一発で取っちゃおうかなと思います。この辺、どうだ？いいんじゃない？行ったでしょ。うわ！刺さったよ！棒刺し出た。棒に刺さっちゃいました。やっちゃった、これ。うわ。へこむな。いや、しょっちゅう刺さるんですよね、棒に。なんでなんだろう。もうむしろ棒に刺す方が難しいでしょ、これ。いや、あと1枚か。どうしよう。でも、あそこだと思うんだよな。次刺さないように。ちょっと手前、棒の手前くらい狙ってやりますか。でも点だもんな、どう見ても。もうちょっと動けば行くでしょ、これ。ちょっと右寄りにした方がいいのか。まあ、この辺で、行け。奥、刺すなよ。いいんじゃない？手前すぎるか、ちょっと。やばい、持ち上がんない？やばい、かかってない？うわー！やったー！終わった。負けた。いや、これ取らなきゃダメでしょ。やっちまった。あ、まあ、TP あるか。あ、TP あんじゃん、ちょっと。一回できますね。やろ。いや、まだ TP あるから、これチャンスありますよ。いや、無料チケットで取りたかったけど、まあ、TP 一回ならいいでしょう。どうだ？いいんじゃない？え、なんで？逆に意味わからん動きした。課金しました。いやー、課金してしまった。もうこれで取るしかない。いけ。奥。刺すなよ。刺すなよ。やばい。やばい。やばい。刺さった。終わった。終わった。おい、取れた。やった。マジか。やったー。取れたー。獲得しました。このディズニーの時計。いやー、なんで取れたんだろう。むしろ。棒に刺さったまま取りましたね。いやー、よかったー。はい。というわけで今回は、無料チケット2枚プラス TP、まあ、1回課金しちゃったんですけどね、無事ゲットできました。はい、もしよければチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。